唐突なんだけど、意地悪なことされたい。意地悪。ド S 系っていうの？早くこっち来いよ、みたいな。されたいなー。別にいつでもいじめられたいってわけじゃないよ。ただなんか、ギャップってあるじゃん。普段、外で、周りに誰かがいるときは、優しく接するけど、二人きりになると、ちょっと、積極的になるみたいな。いいじゃん。いいじゃん。そういう。そういうの、やってみてって言ったら、叶えてくれる？ 一生のお願いって言ったら叶えてくれる？ 見本を、お手本を見せるから、それを参考にやってみて。できるよ、できる。やったことないけど。温かく見守ってもらえたらなって思うんだけど。私が、お手本見せるから。私のターンが終わったら、それを参考にして、次は、あなたが私に、その、ド S 魂を 燃やして、ちょっと積極的になってください。いや、簡単だよ。簡単だけど 簡単だよ。簡単。ド S のね、ドイツの使い魔と呼ばれた人だから。知らない？知らない？全国的に有名だよ。ドイツの使い魔ってそう、呼ばれてたから。3秒で精神統一する。もうそっから、私は、そう。バカにしてない？そう、ド S の使い魔になるから。そっからね。そこから参考にして。3秒ね。3秒。こっち来て。なんで来なかったの？わかんない？じゃあ今度から来て。こっち来てって言ったのになんか嫌がられたみたいで。傷ついたの？彼女が傷ついたって言ってるときは、なんて言うの？でもすぐに出てこなかった。
病気しなきゃ。すぐにごめんなさいって言えなかったから。悪いことしたのに。だからお仕置き必要でしょ。参考になる。こんな感じじゃない。次やってみて。